今の人の不足について、えー、本質は職人や技術者、熟練校等の専門職不足だと思います。これに対して外国人民を受け入れれば良いという発想は、足し算機算しかできない単細胞なのかなと思ってしまいます。それより日本人派遣社員を正社員にして、専門職家の方が言語教育等が不要でコスパが良いと考えていますかと思いますか、えっと、あの専門職足りないよねという問題もあるし、単純にあの介護職をしてくれる あの労働そのあの、体力のある奴隷が少ない問題っていうのもあるんですよね。要するにそのあの、まああの、インドネシアから看護婦を連れてこようみたいなので、失敗したりするんですけど、その専門職をやってくれるとか、技術を引き継いでくれる人がいないよねっていう問題とは別にあの、介護労働をする人がどんどん減っていて、で介護をでもしてほしいと言っている高齢者はどんどん増えているという問題があるんですよね。なので、そっち側の問題でいくと、あの技術職の問題ではなくて、単純にもう体力のあるやつが欲しいと。 で、別に日本語そんなに喋れなくてもいいよねっていうのがあったりするっていうのもあったりするので、なので、あの、結局その日本というのはいろんなところで人手が足りてないよねという話なんじゃないかなと思うんですけど。 えー、介護職のものです。先日、40代女性、役職を持ち、既婚と暴力雑多がある男性、20代独身の不倫が書くまた男性は女性より上の役職に暴言を吐き、女性が男性の遅刻を隠蔽し、タイムカード打刻があり、出勤停止になっています。この問題を2年間黙認していた上司もあり、職場崩壊が起こっています。女性側の役職がある同期たちが、この事件を辞める噂も立っており、人員不足により閉鎖しているフラーもあるんですが、新しい建物を建ていたりと矛盾が埋まれていて、職員の不満が強いです。 何かお言葉をください。うん、まあ、その、介護系って割とその人数、結構その、あの、良いことをしてるというのがあったりして、なので、あの、きっとこの人たちは悪いことをしないだろうとか、その社会のために良いことをしてるから給料上がらなくてもしょうがないよね、みたいなのがあったりして、あの、搾取しやすいんですよね。 なので、結局、その、あの、搾取が割とあったりとか、その、まあ、なんかあの、男女の関係がいろいろあったりとか、っていうのもあったりするので、僕はあの、介護職自体は、なんか、あの、まあ、あんまりそのまともじゃないところもあるので、やべえところはさっさとやめて、あの、まともなところに、あの、転職した方がいいんじゃないかなと思います。はいで。20代介護士、看護師です。閣議決定で、介護職員初級体育 改善臨時特例交付金を施設しました。え、この政策は2022年4月から福祉介護職員を対象に収入を3%程度月額9000円引き上げるための措置を実施するとしていますが、うちの施設の施設長に行ったら、施設が損をする、手続きが大変と全く取られてくれません。介護士を辞める以外で何か良い方法や施設が交付金を出すという方法などありますかえっと、転職活動をして、あの、交付金くれるところとか給料が高いところに転職すればいいと思います。結局その、あの、あなたが辞めない限り、 その施設長は、その施設を変える必要がないんですよ。いや、その安い給料で働く人がいる限り、別に昇給する必要ないじゃないですか。なので、その、その施設の給料を高くするには人手不足にするしかないんですよ。で、あの、給料の高いところに人が集まるような構造にするために、じゃあ給料の高い施設にあのその転職するみたいにした方が、社会にとっては良くなるので、 なので、あの、施設長が完全にものを決めるのであれば、さっさと転職しちゃった方がいいと思います。要は、その、あなたに給料、自分の給料を決める権限があるのであれば、その施設に残ってもいいと思うんですけど、そうじゃないのであれば不可能です。はい。で、結局、その、なんか、働いてる人の給料を上げないようにしようと思ってるようなところで、働いてる限り、結局、自分が損するだけなんですよね。多分、まあ、施設長はムカつくけど、なんか施設のなんか職員の人は仲がいいとか、家の近所にあるからとか、まあ、いろんな理由をつけて、その、 自分がそこで働くことがいいことなんだっていうふうに自分自身を洗脳して思い込もうとしてるんですけど、残念ながらその給料にそのなんかあのちゃんと払おうとしない経営者のもとでずっと働いてるという事実は変わらないんですよ。なので早めに辞めて転職した方がいいと思います。で、介護の労働、その介護とかの仕事をしてて、じゃあ年収1000万持ってる人っていますかいないんですよ。で、なんでいないかっていうと、税金だから。 なので、あの、保育士が給料低いです。じゃあ、保育士がなんで年収1000万円がいないかっていうと、税金だから。要は、保育士とか介護の労働の人が年収1000万円もらえるぐらい出せるってなると、いやいやいや、他に働いてる人たちがいて、その人たちが払った税金もらってるんだから、給料高くするのがおかしいでしょってなっちゃうんですよ。なので、税金で暮らしてる産業というのは、基本的には、 通常の労働者よりも給与は低くなります。で、その介護とかだったりも資格が必要だし、で、保育士とかにもその大卒で資格が必要なんですけど、でも、税金で、そのお金が回ってる業務である限り、通常の労働者の給料を超えた場合に、納税者が文句を言うので、結果として給料が上がることっていうのはなかなかないです。えっと、30代男性です。 え、現在、新卒から8年勤めている介護職を辞めようか迷っています。給料が安い、体が辛くなってきたリオです。経験はないのですが、IT 系の転職を考えています。そこで2年間職業訓練で専門学校に行くのか、スキルなしで転職先を探すのがどちらが良いでしょうか。現在年収300万、資格は介護福祉と社会福祉、大卒設置よろしくお願いします。えっと、あの、失業してから職業訓練校に行くと、あの、失業手当が延長されるんですよね。 なので、あの、ひとまず、もう辞めて、失業手当もらって、失業手当もらいながら、あの、IT 系の専門学校に通うだけで、なんとお金がもらえるっていうのがあるので。なので、あの、全くそのプログラム分かんない状態でいきなり転職先を探すよりは、あの、失業してそこら辺の学校に行くっていうのもありなんじゃないかなと思いますけど。 30歳介護職を、女年収120万円、フラン大学卒、資格介護福祉士、社会福祉主治、介護はやりがいもあれ好きでしたが、なりやまないベッドセンサーやナースコール、入居者の転倒、転落しないか不安に精神的に辛くなってしまい、介護業界離れたいです。同じくらいの給料のところに転職したいんですが、努力とか全然してこなかったから転職に活かせそうな資格はありません。今から資格取得するなら、どの資格をまた転職するなら、どの職業がいいでしょうかかっこけやまなひとまずもう、あの、スーパーのレジでもいいから先に転職しちゃった方がいいと思いますけどね。 結局その、あの、介護以外やったことがない人30歳っていう状態で、で、じゃあ資格の勉強をしましょうっていうので、介護の仕事をしながら資格の勉強みたいなのやって、多分2年後ぐらいになっちゃうと、その未経験32歳になっちゃうんですよね。なんでどちらにしろ未経験っていうのをさっさと変えた方がいいので、なので介護以外の仕事をしちゃった方がいいと思いますけどね。で、もし、まあ、あの、勉強が得意っていうのであれば、簿記とかやるといいんじゃないでしょうか。あのね、えっ、ー、と、これは語弊があるので、 言ううとととと結構あのまともな人だと揉めると思うんですけど僕は揉めない自信があるんですけどまともな人じゃないのであの若いい人を介護に使ううの良くないと思うんですよねその20代30代の人が介護ですげえ苦労して介護大変なんですみたいになるじゃないですか。で20代30代の能力がある人が介護することでその人の能力と人生の時間を完全にこうゼロにしてしまうのってすげえもったいないと思うんですよね。 あの、介護をして、じゃあその老人がちょっと幸せになりました。寿命が伸びました。でもそれって国にとってメリットあるかっていうと、あの、その老人とその家族とか遺族にとってはメリットあるかもしんないんだけど、まあ、遺族は遺産がもらえるからそうでもないかもしんないね。っていうその個人の話で、国としては働いた人が多くなって稼いでくれて、税金ガンガン払ってくれる方がいいわけですよ。 でも、介護って、いくら働いても、基本的に税金から出るものなので、あの、儲かるもんじゃないんですよ。じゃあ、介護すげえ頑張りましたって言っても、その額は税金から出ますっていうので、その介護めちゃくちゃ頑張っても、その国って潰れるんですよ。だって日本って石油を外国から買わないと成立しないわけだから。なので、あの、普通に働いて、税金を取れるような仕事をしてくれた方がいいわけですよ。働き盛りの人は。 なので僕はその介護職が大変だって言ってる20代、30代の人はさっさとやめていただいて転職していただいた方がいいと思ってるんですけど、でもこの話って落合さんとかがすると多分延長するんですよ。<laughs> あの落合陽一さんが延長してたと見てそう思いました。こういう本音が普通に言えないと息苦しいよね。まあ、息苦しい国なんじゃないですか。